た。こんにちは、さゆたかさん。はい。今年もちょっと怪我人がなんかがここまで多いなという印象があるんですけれども、まあ怪我人多いといえば、現在セリーグではヤクルトであったり DeNA で、パリーグだとやっぱりオリックスが代表に挙げられると思うんですけれども、まあ、そんな中でね、あのオリックスは連勝だったり5連勝だったりとか、そう連勝伸ばしているんですが、特にセリーグの2チーム、ヤクルト DeNA あたりがやっぱ怪我人多くて、なかなかこう B クラスから順位を上げていけないというところなんですけれども、はい、まずヤクルト、現在塩見選手はもうね、いないです、今シーズンはっていう、はい、ところで、まあ、田口投手帰ってきたりとか、はい、並木選手が帰ってきたりというのはあるんですけれども、そこと入れ替わるように、まあ、正捕手の中村選手が、まあ、離脱と、で内山選手は今シーズンはまだというところなんですよね。で、古賀選手も離脱と、で今あの捕手松本捕手だけなんですけれども、これに対してヤクルト高津監督、2軍に捕手が1人しかいない状態と、非常に危機だと。まあそらそら橋本橋本いいよそれ上げると2軍に試合にならんか。でも鈴木っていうのがいるでしょ、もう一人。そうなんですよね。そうでしょ、はい、だから上げてもいいんじゃない。上げてもいい、まあ、今あの松本選手が被っている状態なんですけれども、うん、まあ、あとはあのライアン小川選手がちょっと体調不良というところで、あのローテ飛ばしてますけれども、まずこのヤクルトからなんですけれども、ちょっとまずこんなになんか毎年怪我人が多いというのは、毎年でもここまで野手っていうのはあんまり怪我しなかったけどね。うん、ピッチャーの故障っていうのは奥川とか代表的なところで言えばね、はい、まあ、これは長く故障はしてるけど、野手っていうのが、まあ、塩見がやっぱこう2年連続でな、はい、こういなくなるっていうのはやっぱ苦しいだろうな。そうですよね。なんかそれまでは例えば青木選手とか、あの、まあ、ベテランですけれども、すごい体が強いイメージというのはあったんですけれども、やっぱ塩見選手の2年連続っていうのを見ると、何かその例えば練習だったり環境で問題があるのかなとか。やっぱ環境はさ、俺人工芝かなっていうふうに思うんだよね。あ、で人工芝ってやっぱ相当負担がかかるからね。そうなんですか。うん、まあ、改めて話を聞いて、まあ、俺も実感したのは、筒香がアメリカから帰ってきて、で久しぶりに会って、どうやって言ったら、第一声が、やっぱ人工芝って体にきますよって、って言ってた。そうなんですか。やっぱり向こうでは天然芝が主流でね、はい、ほとんど人工芝ってないから、やっぱこう久しぶりに人工芝でプレーをすると体に相当負担が来るって、はい、だからそれがもう毎年のことだと、もう分からなくなってんだよ。あ、選手は、選手が、それでちょっとでもその治療を怠ったりだとか、ケアを怠ったりとかすると、はい、怪我みたいになっちゃうんじゃないかなっていうような、うん、だからまあヤクルトも DeNA も人工芝でしょ、はい、でファームも確か人工芝だと思うんだよ、両チームとも、うん、でまあ、巨人はファームは人工芝じゃなくて土のグラウンドだとか、だからそういうところもう出ずっぱりで人工芝だとさ、うん、まあ、相当なやっぱこう負担は来てるはずだよね。特に外野手ですよね、うん、外野手な、うん、まあ、外野手も内野手もそうだと思うけど、あれはあの人工芝、例えば、ね、守備でこう取りに行った時に体への負担だったりとか、はいはい、走る時への体の負担ということなんですか。まあ、あるんだよな、多分体の張りが違うって言ってたから、やっぱりそうだと思うよ。でも昔の人は FA じゃない、トレードで行った人か、うん、野村さんっていう人がうちにいてね、ピッチャーで、はい、で阪神にトレードされた時に、うん、あ、これでちょっと選手寿命が伸びるわって言ったのは、やっぱね、土のグラウンドだから、はい、やっぱりよく走れるって、はい、っていうふうには言われてたよ、うん、だからなるほどなっていうふうには最近だって思うけど、うん、若い時ってなかなかわからないんだよ。そうですよね、あ、ただやっぱ体の張りが早いなとか、うん、でも毎日のことだから当たり前のことだから、うん、そこで野球をやるっていうのが、うん、だから当たり前のようにはなってるけども、人工芝っていうのは相当やっぱ体に負担がかかってる。だからそれをやっぱもう少し考えていく時期かなと思うね、うん、遅いぐらいだけど。あ、そうなんですか。アメリカメジャーリーグってやっぱ人工芝がすごく出たけどね、うん、だけどすぐそういう選手の要望で、はい、変えちゃったよね。
やっぱ感じるものなんですね。いや、やっぱ感じるもんだろうな。だから、まあ、ヤクルトもメインがあって、はい、雨天があって、うん、サブがあってみたいな、うん、まあ、いろいろこう環境が違うわけよ。人工芝であったり、はい、室内も人工芝、うん、外に出たらちょっとデコボコの土のグラウンドって、はい、でノック受けるとこは人工芝とかだからね、まあ、相当やっぱりね難しいと思うよ、コンディション整えるっていうのは。ああ、そういうことなんですね。ああ、だと思うよ。で、まあ、DeNA も、はい、もう逃げ場がなくて人工芝ばっかりだから、はい、だからまあそういうところでやっぱ怪我人が多くなってきてるのかなっていう。まあ、DeNA の方はどちらかというとピッチャーに多いよね、はい、だからその投げ方だとか、うん、その調整法だとか、まあ、そういうところにまあ、ちょっと問題があるのかなとは思うけども、うん、ヤクルトの場合は、まあ、人工芝っていうのがちょっと効いてるのかなっていうような感じがするよね。まあ、ね、神宮球場はあの改修というか工事に入って、はいはい、まあ、新しい、ね、今度あの球場でということになるときにさあどうなるんですかね、そこ天然でなのか。いや、やっぱ学生も使うってなるとさ、うん、使う頻度が多いところっていうのは、うん、やっぱ人工芝で耐え抜いていくしかないよね。いや、それは天然芝で今芝の手入れだとかいろんなことがあるとしたら、やっぱ大変な作業になってくると思う。まあ、お金もかかったりとか、ね、整備にも時間かかると。まあ、そうだね、うん、だからまあ大変な作業にはなってくるとは思うけども、選手を長持ちさせようとか怪我人を減らそうと思ったら、うん、俺はなんか人工芝をなくした方がいいと思うけど、ね、うん、あとはあのクラブハウスだったり、ちょっとあのヤクルトって特殊じゃないですか。まあちょっとな、いろいろ環境的には恵まれてないっちゃ恵まれてないよね。あの選手たちがクラブハウスと本球場だったりサブグラウンドから戻るときって、まあ、外を一回通ると、まあ、そこにはファンの方もいたりとか、ああいった環境も何かちょっとそういうことに多少なりともつながってるのかなという。そうなんかな、それは分からないけどもね、うん、まあ、ただその他の球団から比べると無駄な動作は多くなるよね、はい、だから自転車で行ったりとかしてるからな。いや、だからそれはやっぱこう気の毒だなと思うし、うん、俺らも現役時代神宮行った時には学生野球やってたら室内で打ってたしね、はい、だからそういう面ではその環境を整える調整する、まあ、いろいろ難しい面はあるよね、ヤクルトはね、うん、だからまあそれが直結して怪我につながってるかというと、うん、これは疑問だけども、まあ、毎年同じようなルーティンでやるわけだから、うん、ただ俺はやっぱこうそれだったらもう人工芝をなくしてみたいな、うんうん、でもな、勝手に変えるわけにいかんからな、お金かかることですし、神宮ってねヤクルトだけじゃなくて他の、ね、大学野球とかも、まあ、普通学生がメインでやる球場をっていう、はい、最初はそういう考え方だったからね、はい、だからなかなかやっぱ難しいとは思うけども、うん、そうだな、あとは、うん、ピッチャーに多かったんだけど野手に、ね、多く出てくるようになってきてるから、ね、まあ、ここら辺はちょっと考えもんだなっていうふうには思うけどね。あとは例えば育成面だったりとか育てるとか練習のシステムとか、まあね、中に入ってみないのでわからないんですけれども、うん、そういったところでの何かっていうのは、まあまあ、例えばある球団はウェイトをね、ずっとやらして筋力がしっかりできるまでゲームに出さないとか育成の時にね、まあ、そういう方針のところもあるし、まあ、でもヤクルトもやってるのかもわからないけども、ちょっとわからない、これはね、どういう方針でやってるのか、うん、まあ、だから怪我も治ってこないよね、奥側とかも。そうなんですね、もうそろそろ、まあね、あの一軍に上がってくるんじゃないか、交流戦か交流戦明けなのかわからないですけど。いや、でも何年かかってるっていうような感じでしょ。2年ぐらい。いや、だから一つの故障がやっぱ長いと、はい、で塩見もそうでしょ、はい、昨年怪我した、よし今年って言った矢先にまた怪我をして、うん、で治ったと思って出て、そしたらなんか1打席で交代したりだとか、あの走塁 の時駆け抜ける時とかね、まあいろいろあるし、はい、なんていうんだろう、もうしっかりやっぱ直さなきゃいけないということだよね。うん、中途半端では出せないというね。そうですよね。で、先ほどもお話あったように、ちょっとキャッチャー陣がここに来てバタバタっといなくなってしまい、はい、で、まあ、今は松本選手がマスクをかぶるような形の中で、豊さんはだとすれば下にいい捕手橋本がいる、まあ、はい、いるので上げてきてもいいんじゃないかと。いや、橋本なんか素晴らしいよ、バッティング
ね、キャンプの時なんか見事だったよ、ね、うん、はい、この YouTube の、ね、動画でも上げてるんですけれども、そうそうそう、いやだからもうチャンスチャンス今だから、うん、ね、だけど上げるとファームに聴衆がいなくなるというそうそうなんですよ ね、まあ、ね、でもまあ松本もいいけど、まあ、橋本っていうのも見てみたいよね、そういう意味では、うん、あと鈴木っていうのもそうだしさ、はい、うん、ね、だからまあキャッチャーばっかりで、まあ、大変だけどね、そうですね、ただケガ人がな、そうですね、まあ、キャッチャー一人挙げると今度あのファームでの試合が成り立たなくなっちゃうっていう、まあ、いやここまでキャッチャーにねケガ人が出るっていうのは多分想定外だったと思うんですけど、まあそうだね、まあ、鈴木なんかドラフト、ね、4位で、うん、まあ、今年入ってるから、うん、力量も見てみたいけどね、行きます、楽しみだ、ね、まあ、橋本っていうのは、うん、まあ、育成からね試合がなり、うん、苦労を経て背番号もらってるわけだから、うん、まあ、この捕手も見てみたいよね、うん、別にこの怪我人が出たことによって補強云々ではなくて下にいい選手いるからチャンスなので上げて使ってみても豊さんはいいんじゃないかっていう、いやそうだと思うよ、うん、だからまあトレードやるにしても出せるかなと思って怪我人が多いし、そうですよね、うん、なあ、うん、だから変えるにしてもそれなりの人間っていうのと変えたいだろうしな、はい、相手は向こうも要求してくるだろうし、うん、だからそうなってくるとそうそう選手いないからね、うん、各球団、はい、まあ、ヤクルトだけじゃなくてね、うん、で怪我人を多く抱えてるんだったら、はい、怪我人はわざわざトレードしないです、しないですね、でしょ、しない、いやそうなってくるとやっぱちょうどいないよねっていうような感じです、そうしたらもう自前の選手で、うんうん、やらした方がいいのかなっていうような感じはするけど、そうですね、そこでねチャンスもらって生かしていければいいですし、そう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 、あとはまあ、はい、正捕手たちが帰ってくるまでの間なんとか戦ってもらうっていう感じですよ ね、まあ、ね、で意外に多かったのが DeNA なんですけれども、まあ、DeNA といえばね宮崎選手の肉離れっていうことがやっぱりファンにとっては、はい、ここでかっていうのもあったと思うんですけど、まあね、牧選手は帰ってきて出てますけれども、その他にちょっとピッチャー陣が軒並み離脱しています。まずあの石田投手が左肩の肉離れ、はい、で琴野選手が右の脇腹痛で今リハビリ組に行ってます。から入江投手がクリーニング手術でしたね、右肩のなんかクリーニング手術はのんきな感じがするよねすみません、なんかどうしてもあのクリーニングってあのクリーニング店が出てきちゃうんですけど、うん、それから上茶谷投手が左足首の捻挫、ウェンデルケンが右肘の炎症で、中川投手が右肩の炎症で、平投手は右肩の違和感というところで、まあ、あの平投手は2軍での実戦復帰登板はもうすでに6月1日に行っています。で野手でいうとやっぱり宮崎選手の左太もも裏の肉離れというふうに、ちょっとピッチャー陣、まあ、炎症ぐらいだったらまだ時間を置けばね、炎症って何ですか？だから結局なんかちょっと筋繊維が傷ついてるというかさ、うん、どう説明したらいいのかね。それは投げてて分かるものなんですか？いやいや、まあ、痛みが出てくるっていうね。違和感とはまた違うんですもんね。まあ、痛みも違和感だよね違和感と炎症って何が違う？違和感って何ですか？いやだから普通じゃないということで何か引っかかるとか、あなんかだな、そうか、まあ、金城という選手がいてな、おお、バッターですか、ノック、はいはい、打ってて、うん、明らかに動きがおかしいから、はい、そこ行って、うん、呼んで、どうしたって、お前、足おかしいだろって、うん、正直に言ってたら、いや、大きな違和感が、それお前、もう怪我やろ、言って、大きな違和感、ファームに来たくないからね、ああ、そうか、だからまあそういう時に、やっぱこう炎症を起こしてるんだよね、大きな違和感。いやちょっとちっちゃな違和感があるんですよって言うんだったら話は、うん、大きな違和感って言われた瞬間にもう怪我だなと。そうですよね、あやっぱ選手たちは敏感にやっぱそこら辺は感じ取るんですね。まあまあでも それは小さいも大きいも、うん、まあ、その正直に言わないかんと思って言ったんだと思うけど、うん、はい、やっぱもうファームに行きたくないからね選手はね。そうですよね、だから怪我を隠そうとしてそれは言ったんだろうと思うけども、うん、特になんか昔の選手はやっぱり自分のポジションを取って変わられると思う。まあまあそれもちろんそうですね。いやだからなんていうの、 DeNA の方はなんか炎症だとか、まあ、肉まだれ、うん、まあはっきりしたものが多いよね、はい、まあ、ヤクルトもはっきりはしてるんだろうけどもあまり公表がないからね、どこがどうのこうの。そうなんです、そうなんです。ただピッチャー陣にここまで怪我が出るっていうのはこれは例えば金属疲労なのか登板かなんだろうね。金属疲労を起こすほど慣れてないような気もするんだけどさそうか、まあ、投げ方だとか、まあ、いろんなことがあるんだろうな。な
なんかあるんですかね、うん、あとはこうインナーマッスルを鍛えてないとかさ、まあいろいろあるのかもわからないけども、ちょっとこれで困るよね、うん、そうですね。あとは他球団よりも本当にちょっとの違和感でじゃあちょっと休もうかっていう風にするシステムを例えばなんか構築してるのかなとか。でもそんな余裕ないよね今。そうですね、うん、でもそんなことしてたら、うん、もう本当選手いなくなっちゃうし。確かに、うん、でもそれでいいんだと思えばさ、うん、選手は、うん、それでも給料に反映しないんだって思えば、うん、いやちょっと違和感があって分かんないからな自分しかそう、あの外見じゃ分からないので。分からないから。そうですよね、うん、まあ、自己申告制だから、はい、だから困るよね、うんうん、ですよね、うん、なので ここら辺は、まあ、ヤクルトであれば例えば下からキャッチャーを、はいはい、若手 あの選手を上げてくるっていうふうにさっきおっしゃってましたけど、これはピッチャーに関しては DeNA はどういうふうに戦っていけばいいんですか。ピッチャーがそこを尽きるっていうことは多分ないと思うんだよ。だからもうやりくりするしかないんだけどさ、うん、だからといって他から補強する、うん、他も苦しいからなピッチャーって。まあそうなんですよね、うん、だから投げれるようなピッチャーがいたらそれはうちで使うよっていう風になると思うんだよ、うん、だからちょっとピッチャーを補強するっていうのは難しいと思うですよね。ただね、あのパリーグで言えばオリックスがあれだけ怪我人が出てる中で連勝、はい、で若い人はね出てきたよね。斉藤佐藤、佐藤で火曜日は曽谷投手も出てきて12奪三振すごかったです。いやだから、まあ、そういう選手が出てくるとな、救世主みたいに、うん、まあ、チャンスだと思ってね若手なんかですよね。でも小園なんかもう一緒に怪我してるからね。それじゃダメですよね、うん、それじゃダメなんだ。こういうところでやっぱりヤクルトもそうですし DeNA も若手だったり下にいる選手がチャンスと思ってなんか掴み取ってほしいですね。プラスに考えて怪我人が出るとね、まあ、ポツポツポツって出始めるとさ、うん、何が一番良くないかって緊張感を失ってくるんだよね。で自分もなんかちょっとおかしいなと思ったら休んじゃうちょっと痛いんですけど連鎖が始まるんですか。いやだから誰も休まなかったら緊張感で誰も痛いなんて言わなくなる。そっか、その効果を阪神に与えた金本っていうのは、はあ、やっぱすごいですね。やっぱすごいよ。やっぱ休むなんて言えないって。だって金本さんが骨折しても出てるんですもんね。そうそう、え、あれ出てても痛くないですみたいな。なるよね。確かにそうだ。いやだからそういう強い選手っていうのは、それは今の時代だから、うん、その万全にした方がいいのは分かってても、やっぱその緊張感を与え続ける選手っていうのは素敵な選手だなとは思うけどね、うん、そうですね。やっぱりね昨今こうちょっとやっぱり違和感あったりとかちょっとおかしいなと思うと、まあ、抹消して、まあそうね、あのきっちり直してからっていうのでやっぱ抹消抹消怪我人離脱っていうのが少し多くなっているのかなとも思いますけれども、まあね早く帰ってきてもらうことには越したことない。いやもうそれは絶対そうだよ、うん、怪我するのはしょうがないけども、うん、緊張感をチーム全体がなくしていかないようにね、はい、まあ、しとかないといけないなと。そうです。ただ大きな違和感は休めてそうですね、はい。